アンドロメダ座はペガスス座に隣接している星座。トレビーの48星座の一つ。アンドロメダ銀河があることで知られている。アルファー星、ベータ星、ガンマ星の三つの二等星がある。以下の構成には国際天文学連合によって正式に固有名が定められている。その他、以下の構成が知られている。棒で星図に描かれたアンドロメダ王女アンドロメダは、 神話上のエチオピア王、ケーペウスと王妃カッシオペアの娘である。カッシオペアが自分の美貌は海のニムペーネーレイスにまっさるとうぬぼれたことに腹を立てたネーレイスたちはポセイドオーンに訴え出た。それを聞き入れたポセイドオーンはエチオピアに海の怪物、ケイトスを使わし、災害を引き起こした。 困ったケーペウスが神託を立てたところ、災害を止めるにはアンドロメダーをケイトスに生贄として捧げなければならないとされたため、アンドロメダーは海辺の岩に鎖で縛られ、ケイトスに捧げられた。それを別の冒険から帰る途中のペルセウスが目撃し、ケイトスを倒してアンドロメダーを救った。その際、剣で切って倒したとする説と、 ペルセウスが前の冒険の戦利品として持っていたメデューサの首を見せて石にして倒したとする説とがある。以後若干の右与曲折はあったがアンドロメダはペルセウスの妻となり六人の子を成した。後にアテーナーにより天に挙げられ星座になったと言われている。中国では二十八宿のケイアドであり、日本では江戸時代にこれをと書き星と訓じていた。 ありがとうございます。